はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。ブログです。ドーン、パッケージが届きました。どこからですか？アマゾンプライムです。はい、嘘です。ママから届きました。ドイツから届きました。皆さんと一緒にアンパッキングしていきたいと思います。はい、私たちは1ヶ月前ぐらいに、タカの懐かしい駄菓子を紹介して、私もなんか懐かしいドイツの菓子食べたいなと思って、で、ママにいろいろ注文しました。なるほどね。その結果が、そのパッケージ届いたってことね。ドイツの懐かしいお菓子を紹介していくって感じじゃないですか。じゃあ、開けますよ。行きましょう。じゃんじゃんじゃーん。うわ、めっちゃ入ってるじゃん。ちなみに、ね、タカと違って、これ全部甘いものだよ。あ、そうなの。なんか体に悪そうな色してるけど大丈夫？子供のお菓子だからね。で、すごいね。こまごましたやつがいっぱい入ってるじゃん。これで始める。一番でかいやつだったね。そうだね。チョコレート。あ、チョコなんだ。俺グミかと思った。チョコ。本当だ、チョコだ。チョコ。アイスか。だからどうしようもない。チョコレートカップじゃなくてアイスカップなんだ。冷やして食べるのが一番おいしい。開けにくい。なんか日本みたいに簡単な開け口があるわけではないから、すごい。これ何、これこのパックにさ、チョコが丸ごと入ってるからさ、ベタベタじゃん。日本だったらこれ行く中でももう一回プラスチックでパッキングしてるから綺麗だもんね。でもすごい濃厚そうじゃない？そうだよ、めっちゃチョコだよ。綺麗に食べれなさそう。手がベタベタになる。普通のチョコレートね。普通にチョコレートだよ。でも柔らかいチョコレート、なんかキャラメルチョコレートって感じ。じゅわーっと溶けていく、クリーミーな口の中で、うまっ。しまんない、ドイツクオリティ。他に、じゃあ全然違うものに行くね。日本にあるかは知りたい。ドイツ語で書いてあるのが Es Papier、 食べれる紙。ないよ、そんなない。ダンボールってこと？ダンボール、紙。まずそう。なんで、おいしい。エスパピア、全然おいしくねえじゃん。なにこれ、本当に紙食べてるみたいな。で、ちょっとだけイチゴのフレーバーがする。はい、次。これも日本にないと思う。で、ね、なんか水に溶かすとかそういうこと？そう、水に溶かしてスパークリングの甘い飲み物にはなるけど、子供はそのままで食べる。粉で食べるってこと？そう、こんな感じ。あー、なんかもう本当に塩みたいな感じだね。あ、そうそうそう。酸っぱい。あー、でも美味しいわ。はい、よかった。あのさ、口の中の水分とさ、合体してさ、シュワーって中でちょっと広がるから、あ、これは美味しいかも。これ、なんかドイツ独特の味。ドイツ独特？ポイズンポイズンってこと？ポイズンポイズンの味だな。独特でしょ？独特ってやばいよ。誰も食べたくないよ、これ。これ何味か説明できない。何で作ってるかも説明できない。ミントとかじゃないの、色的に。あ、違う。これ。でも私はなんか食べなくて。これだね。緑色の。教えて。薬草の一種って書いてあるね。だから体にはいいんだろうね。で、これじゃないと思うけど。毒毒しいほどの緑色って書いてある。そうでしょ。さっきこれらのポイズンポイズン合ってんじゃん。ポイズンポイズン合ってるでしょ。口直しにチョコレート。これ M&M みたいなね。そう、あ、これはあれだ、M&M だ。スマーティーズ。スマーティーズ。ちなみに M&M ケチ。はい、M&M はアメリカのもの？わかんない。そうじゃない？わかんない。でも日本にもあるでしょ？ドイツにもある。ある。知ってる人いたら教えてください。アメリカかな？まあチョコはチョコで美味しいでしょ？美味しい。はい、次に行きます。ちょっとタカにチャレンジしてもらいたい。は
です。なにこれ。真っ暗のハリボです。これなんかタイヤみたいな。タイヤ、味もタイヤみたいだから安心して。すごこれはドイツでも好きな人と大嫌いの人がいます。何？匂い嗅いでみたい。何、匂いが悪いの？匂いはやばいよ。味もやばいから安心して。一気に15歳ぐらい老けたんだけどな。はい、あげる。何これ。うわちょっと飲むのがいる。うわ何これ。私もこれ子供の時に好きじゃなかったよ。いや、これ好きな人どこにもいないでしょ、世界中。これ皆さん知ってます？このハリボーのラクリッツっていうシリーズ。食べたことある人コメント欄で教えてください、感想も。これはやばいね、これ。ドイツに返送、返品。鷹のために買ったのに、また口直しでチョコレート。あ、それ美味しそうじゃん。チョコレンゼン。そう、チョコレンゼン、ミント、ミントチョコレート。白とピンクの色があるけど、味は一緒だと思う。うん、おいしい。なんか日本で最近流行ってるのが、ペッパーミントとかいろいろチョコレートとかアイスクリームとか、何にでも入れてるでしょ。いや、日本のペッパーミントのアイスクリームは美味しい、好きだけど、ちょっとこれのミントの味は、なんだろうな。違うよ。違うよね、全然違うよね。ちょっとなんかミント感が強いかもしれない。あー、そうかね。ペッパーミントとかが好きな人は相当これ美味しいんだろうけど。これマンバー。マンバー。あー、これもう見た目ハイチュウじゃん、本当に。うわ、なんか、うわ、ドイツクオリティ。なんか紙がついてるね。普通さ、こういうのってさ、ペリペリペリってさ、簡単に剥がせるのにさ、めっちゃついてる。これとかもう商品に紙食い込んでるからね。紙を食べてくださいって言ってね。あ、うん、うん、おいしい。うん、ハイチュウみたいな感じだね、日本の。でもこういうやつもなんか大人になったら、うん、食べないよね。あんま食べない。次に行きます。これポップガイス。え、こう、なんていう、ポップコーン。ポップライス、これね。甘いケミカルの匂いするよ。今、私は子供の時に本当に好きだった。懐かしい味がする。あ、本当だ、なんかケミカルの匂いですよね。めちゃくちゃ。うん、おいしい。うん、これはおいしいよ。あ、なんかこう口で噛むとさ、甘さが来たり、酸っぱさが来たり。今の子供もめっちゃ独特な、なんか独特って言った。ポイズンポイズン。これはだってポイズンポイズンっぽいよね。見た目、パッケージからしてまずポイズンポイズンっぽいじゃん。子供の時に食べなければもっと頭良くなったかもしれない。うん、可能性あるよ。全然可能性ある。最後、うん、このガム。ショックって書いてある。あ、そういうこと？ショック。うお。うわ。やばい。しょっぱっ。うわっ、刺激ックスみたい。うわっ、でも美味しいよね。しょっぱいけど、チェリー味のセンターショップ。おばあちゃんみたいになってるよ。うん、美味しい美味しい。これがドイツのドイツで昔から食べてたお菓子。まあでもね、一番美味しかったのは一番最初に食べたこのアイスカップってやつかな。チョコレートキャラメルみたいな感じで、すっごい美味しい。これ日本の駄菓子にも全然勝てる美味しさ。一番ヤバかったのはこれ。ハリボーのタイヤ味。罰ゲームとかで食べるのも嫌なレベル。美味しかった。うん。
よかったよ、でもドイツの駄菓子食べたことなかったもん。この動画が面白かったなら、ぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あと視聴者の皆さんが知ってるドイツの駄菓子で好きな駄菓子とか知りたくない？それかなんか食べて、うーまずいなーと思った。そうそうそう、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。